はい、プレイボール、どうも野球人です。福岡ソフトバンクホークス、開幕間に合うグラシャルが来日、デスパイネの来日時期も判明ということでございまして、今日はですね、福岡ソフトバンクホークスの、外国人選手、キューバ勢ですね、が来日してくるということなのでお話ししていきたいと思います。それではご覧ください、どうぞ。はい、ソフトバンクグラシアルが来日。ソフトバンクは15日、ジュリスベル・グラシアル内野手が14日夜に入国したと発表した。今後は入国者待機期間を経てチームに合流する予定。キューバ出国前の PCR 検査、日本到着時に受検した抗体検査でいずれも陰性判定を受けた。なお入国後、公共交通機関を利用せず福岡市内の自宅に到着したということでございます。はい、というわけでございまして、グラシアル選手ね、キューバリーグに参加していたんですが、無事来日したということでございます。しっかりね、公共機関とかは使わずにということなんで、ここもね、しっかりとしているなというところでございます。で、昨年は世界的な新型コロナ禍の影響で開幕後の、7月末に来日、出場69試合、打率2割7分7厘、10本塁打35打点でした。今年、コンボフも例年通りキューバ国内リーグに参戦、元軍人という異色の経歴を持つ有料助っ人は今年も頼りになりそうだということでございます。はい、というわけでございまして、グラシアル選手、しっかりとね、どういう選手だったかっていうのもおさらいしていきましょう。はい、ジュリスベル・グラシアル選手です。今季年俸約3億5000万円、出身がキューバですね。1985年生まれ、10月14日ですね。現在ですね、35歳、結構いってるんですよね。187センチ95キロ、ポジションセカンド、サード、ショート、ガイアを、守るね、ユーティリティ性も魅力の選手でございます。右投げ右打ちの選手です。今年が4年目ですかね、ホークスで。しっかりとね、今まで活躍しております。キューバリーグと行ったり来たりね、してる関係でそんなに多くは試合出れていませんが、その中でも、しっかりとね、頼りになる、選手ということでございまして、頼りになる、ね、選手が、これだということは非常に大きいんではないでしょうか。ではそんなグラシアル選手、成績も確認していきましょう。はい、こちらがグラシアル選手の成績です。まずは NPB の通算成績から見ていきます。226試合で打率3割、814打数で244安打、47本塁打、133打点、183シーン、ファーボール53、盗塁7つ、 BBK0.294、 スリリス3割4分8厘、 OPS0.869 という成績でございます。しっかりね、あまり多くない打数なんですが、しっかりと結果を残しているということでございます。そして昨シーズンですね、コロナ禍の中で120試合制でした。69試合で打率2割などの7厘、256打数71本塁打10本塁打、35打点、62三振、16四球、盗塁2つですね。 BBK0.258、 出塁率3割2分6厘、 OPS が 0.767 という成績でございます。ちょっとね、昨シーズンは、成績下がってしまったんですが、今年はといったところでございます。はい、そして2週間の隔離措置でキャンプはほとんど参加できないんですが、キューバリーグでバリバリにプレーしておりましたため、体自体は、ね、出来上がっているかなというふうには思います。なので、これからはですね、この2週間での、隔離措置の間の体力低下を本当に、ね、最小限に抑えて、3月の開幕戦に間に合うように調整していく必要があるというところでございます。でもね、オープン戦とかもありますので、その期間中にしっかり、調整していけば全然問題はないかなっていうふうには思いますので、ベストな時期というかね、悪くない時期に来日はね、しっかりできたんではないでしょうか。はい、ということで以上がグラシアル選手の成績でございました。そしてこちらのね、方の情報も見ていきましょう。はい、そうですね、こちらの選手です。デスパイネ選手の来日時期についてもしっかりと見ていきましょう。現在ですね、キューバリーグに参加中のデスパイネ選手も現地時間2月19日に日本に向け出国するという報道が出ております。隔離措置を経てチームに合流できる見込みということでございますので、
プレイオフで、キューバリーグで、まあ、やるっていう感じだったんですけど、まあ、いろいろね、コロナ禍の影響とかもあって、キューバリーグなかなか動かない中で、もう日本に来るよといったところでございます。まあ、19日、まあ、だから20日、21日ぐらいですかね、しっかりと、まあ、来日して、そこからまた隔離期間でっていうことになるので、まあ、3月、ぐらいにチームに合流して、そこからまあ、しっかりね、調整していけば、まあ、開幕もまあ、なんとかっていう感じではないでしょうか。まあ、数試合ね、間に合わなくても、まあ、問題はないかなっていう気はするので、まあ、頼りになる助っ人がしっかりと来日できる見込みと、いったところでございますので、こちらも良かったなという感じです。では、その他のホークスの、外国人選手の状況はどうなるかっていうのも確認していきましょう。はい、こちらがソフトバンクの外国人来日状況でございます。まずはスチュワート選手が1月24日に来日しております。そしてその次にモイネロ選手が2月7日に来日と、そして今回グラシアル選手が2月15日、まあ、14日よりですね、来日しております。でデスパン選手が先ほど言った通り近日来日予定、そしてバレンティン選手、サワテ選手は、来日時期は未定ということになっております。まあなので、まあ、4人ですね、開幕までには、揃うかなっていう感じなので、まあ、しっかりね、主力は揃うので、まあ、問題はねないかなという感じではございます。そしてはい、こちらですね、新外国人選手、まあ、3名ですねにあたっては緊急事態宣言が解除され、外国人の入国規制が解除された後ビザを発行し、入国後2週間の隔離措置を経て合流ということでございます。まあなので緊急事態宣言自体はね、まあ、もうそろそろ、解除されるのかなっていう気はするんですが、外国人の入国規制がね、まあ、どうなるかわからない中で、そこからまたビザ発行してっていうことになって2週間の隔離措置っていう感じもあるんで、まあ開幕は間に合わないかなっていう気はしますね。まあなのでバレンティン選手とサバテ選手もなんですが、まあしばらくは抜きでやっていかないといけないのかなっていうふうには思いますし、まああとオリンピックとかもね、あるので、そういった中でキューバ勢とかまた抜けてしまう心配とかいうのもあるので、まあそことね入れ替わりで、まあうまいこと来てくれたらなっていう感じなんではないでしょうか。はい、というわけで以上がソフトバンクの外国人来日状況でございました。で、そこと他球団のパリーグの今の状況と確認していきましょう。はい、こちらがパリーグ外国人来日状況でございます。2月15日時点では、見ていきますと、ソフトバンクが、3人ですね。モイネロ選手、グラシアル選手、スチュワート選手、そして先ほど説明したデスパイネ選手が合流予定ということでございます。まあなので開幕までには4人、揃うかなっていう感じはしますね。はい、そして6人ですよね。見ていくと、アコスタ選手、ハーマン選手、レアード選手、サントス選手、マーティン選手、フローレス選手ということでございまして、まあ、パリーグではロッテが一番多いですね。6人ということなんで、まあ、しっかり外国人枠5人フルで使うことができるので、まあ、楽しみということでございます。まあ、育成からね、おそらく、何人か上げてくるかと思いますので、そちらもまた、見どころではないでしょうか。はい。そして西武は、0人なんですよね。まあそうですね、ビザの更新の関係で西武はちょっと、来れそうにないということなので、まあこれは本当にね、ちょっとしんどいかなっていうのもありますし、まあかなり順位に影響は出そうな感じはするので、まあそこのところのね、措置をどうするのかなっていう気はしますね。はい、そして楽天は2人ですね。ソン選手とワン選手ですね。まあなのでワン選手はね、まだまだ育成選手なので、まあ実質、まあそうですね、ソン選手1人ということでございます。ちょっとね、心もとないかなっていう気はします。はい、そして日ハムは1人ですね。ワン・ボーロン選手が来日しておりますので、まあそうですね、彼がしっかり、まあそうですね、なかなかね、実力が発揮できていないので、まあ彼にとってはね、チャンスだと思いますので、しっかりとアピールして、まあ今年こそはといったところではないでしょうか。そしてオリックスは3人、ヒギンス選手、ジョーンズ選手、モヤ選手と、いったところでございまして、まあしっかりね、来日している選手はいるので、まあオリックスもまあパリーグでは、まあ、そこそこ選手はいる方なんではないでしょうか。というわけで以上がパリーグ外国人来日状況でございました。
まあなのでソフトバンクもね結構、まあ3人ではあるんですが主力は、まあいるので有利なことには変わりないんではないでしょうか。まあでもやっぱねロッテが一番ね、戦いやすいのかなっていう気はするんですが、まあそうですねここのまあ西武なんて0人ですからね、まあここの隔離措置っていうのを、まあどう埋めていくかっていうのもね、また見どころではないでしょうか。ということで今日は以上です。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せのゲームセット、ありがとうございました。